こんばんは。夜分遅くに申し訳ありません。実はあなたに用がありまして。はい。私の話を聞いていただけますか？ええ、そのことも含めてです。なぜ私がこんな夜中にあなたの家にお邪魔することになったのか、きちんとお話しさせてください。これがいろりですか。暖かいですね。はい、初めて目にしました。このお茶も初めて飲みましたが、すごく美味しいです。実は私は昼間あなたに助けていただいた鶴です。名前はしずると申します。あの時はどうもありがとうございました。はい。ええ、鶴は鶴ですよ。昼間のことを覚えてはいらっしゃいませんか？私が川で魚を取ろうとした時でした。誤って漁師の罠にかかってしまい、動けなくなって困っているところへあなたがやってきて助けてくださったんです。あの時は本当に助かりました。心から感謝いたします。ありがとうございました。とんでもない。冗談でも何でもありませんよ。本当の話です。ほら、私の目を見ても思い出しませんか？私はしっかり覚えています。あなたのこの瞳の美しいこと。あなたはこの目でしっかりと私を見つめ返して微笑んだ後、そっと罠から助けてくださったんです。ええ、やっと信じてくれましたか？私も驚きました。まさか人間になれるなんて。よくわかりませんが、私があなたに会って恩返しをしたいという願いが神様に通じたのかもしれません。はい、助けていただいた恩返しをさせていただきたいのです。何でもいいんです。あなたに喜んでもらえること、どんなことでもいいのでおっしゃってください。何かありませんか？何でもいいんです。どんなわがままでも。はい、何でしょう？ああそうですよね。申し訳ありません。いても立ってもいられなくて、時間も考えずにやってきてしまいました。眠いですよね。いえ、いいんです。あなたはもう休んでください。私はまた改めて伺いますので。いえいえ、あなたは早く布団で休んでください。ここの火は私が責任を持って消しておきます。はい、おやすみなさい。おや、大きなあくびですね。おはようございます。ああ、すみません。よく考えたら私、足を怪我しておりまして、仲間のもとへは帰れそうになかったものですから、事後報告で申し訳ないのですが、ここで眠らせていただいた次第です。ええ、大丈夫ですよ。何日かすれば治ると思います。そうなんです。数日はかかってしまいそうなのですが、その間、ここに泊めていただくわけにはいきませんでしょうか？いえ、お礼は必ずさせてください。あなたに助けていただいた恩もあるのですから。はい、こちらこそよろしくお願いいたしますね。あ、はい。あなたの朝食にと思って焼いておきました。ちょうど食べ頃だと思いますよ。
そう言っていただけてよかったです。さあどうぞ召し上がれ。いえ、炊事くらいなら足も何ともありません。だから怪我が治るまでここでお世話になっている間はあなたのお手伝いをしたいんです。なのでどうかお願いします。よかった、ありがとうございます。ええ、大丈夫ですよ。無茶をしなければ痛みもほとんどありません。え、あ、でも今は食事中ですし、お見苦しいかと。あなたは結構大胆なんですね。女性の割に男らしいというか。あ、わかりました。ほら、この程度です。多少範囲が広いですが、そもそも浅い傷ですし、もう血は止まっていますよ。え？手当て？よくわかりませんが、怪我をしてからはずっとこのまま触っていませんよ。え？ダメだったんですか？なんだかすみません。またあなたのお世話になってしまって。ですが、私はあなたに恩返しに来たというのに、ダメですね。はい？私がどうかしましたか？足？そうですか。これでもまだまだ細い方だと。もっとがっしりとした男らしい体になりたいものですが。え？私のことを女だと思っていたのですか？え？なんだか申し訳ありません。勘違いをさせていたようで。ええ、本当に男ですよ。お疑いなら確認してみますか？おや、そうですか。私も驚きました。まさかずっと勘違いされていたなんて。それを言うなら、あなたこそ綺麗で美しいじゃないですか。あなたは私を助けてくれた心の美しい優しい女性ですよ。照れてるのですか？可愛らしい人ですね。はい、すみません。